きっかけ、これは小学校の時に小学生 の時にふっと将来床屋にしようと思ったの。まあ障害者だから、そうなんかふっとそう思ったの、うん、で小学校普通の学校行ってたけど、中学から名古屋ろう学校に理容科もある言われたもんで、で名古屋ろう学校変わったので、高校から理容科に進んで、それで国家試験取って、まあ、本人もやる気になってくれたから、ほんで国家試験通って専攻科2年まで行って卒業して、今度は理容のお店住み込みで6年間修行したの、外で。で6年経ってこのお店を作ってやったので、今41年になるんだ。初めて25歳で結婚して25歳でお店開いた。で、それでここお店やると耳がいかんから、お客さんわからかないことがあるって感じで、ここで私やねおって用事あったらすぐ行ってやるように、これをお店作ったの。やったことなかったけど子供のために。手話難しい、できないもん。喋るから、だから手話やらなくても分かるから。でも名古屋の老化学校入って手話覚えたわね。それまで知らなかったけど、ねえ、かわいそうやね、この子もね。また、東京にいるの？やっぱ綺麗だわ。やっぱ綺麗だわ。東京で何してんの？結婚してんの？キャバクラにいるの？はあ、すごい。あら、まあ、本当だ。まあ、おっぱい大きいね。大きしたの？大きしたね。ああ、お金いいね、キャバクラ。独身？一人住んでんアパートにいるの。あと寂しいね。綺麗だからキャバクラいいわね。そうか。今42、結婚しないの、まだ結婚してない、決まらないの。彼氏いいし、彼氏、まあ、はい、うん、大丈夫、はい、最近騙されるからね、気をつけないと。
はい、でどこに住んでらっしゃるあなたは。埼玉です。埼玉ですか、はい、今日はなんでこっちいらしたの。あ、彼女の仕事で一緒に。あ、仕事、はい、へえ。まあ 足も綺麗やねすごい。はあ、またここ、はあ、まあまたピンクでね。でも大丈夫？嫌なお客いない？いない？最近よくあるから。ホストに入れ上げる子、若い子はおるから。そうか、そうか。こんな遠いところから来てくださったの。ありがとうね。ほんであなたは埼玉で一人住んでんの？親と。お父さん、親も一緒。はい。あ、あら、いいね。はい、どっか お仕事に行ってんの？そうですね。まあ、幸せになっていいね。はい、あなたなら大丈夫よ。うん、優しそうやし。ね、綺麗やしね。羨ましい。まあ、な、な、ぷ、ね。若く見えますね。いや、やっぱりお店はね、やっぱりおばあさんになっていかんと思って、やっぱり一応手入れもするな。でもね、ロウの友達に顔のマッサージ、あのビューティーマッサージがあるって聞いて来たんだけど、すっぴんで来たから。嫁がやってくれる？嫁が、うん、毛染めも全部、うん、でね、去年の4月にね、朝起きた突然ね、足がビーンと痛くなって歩けなくなって、ほんでそしたらこう腰椎が悪くなって検査したら、で今もね、多少治ったけどね、ビリビリしびれてる。ほんで自動車ね、まあ、乗ると子供が怒るから、今の去年から車乗ってないの。4ヶ月乗っただけで、免許取ってからさ4ヶ月乗っただけで、もうずっと乗ってないの。まあ来年返そうかな思ってる。まあ乗らないから。持っとると乗りたくなるでしょ。もうずーっとね、29歳から乗ってた。車好きだったから。でも、足が悪くなってはね、危ないからね。もし人でも引いたらね。お家が大きいから車がたくさん止められていいですね。お店とお家が一緒になってて広いから車がたくさん止められていいですね。あ、今ね、はい、こっちはね、はい、貸してるな。別で5台、うん、5台貸してる。いや、固定資産が払えるんで。今床屋は予約にしてるで、私電話で。だからいっぱい来ないから、こっちだけで十分なの。なるほど。
まあ、東京なんかは危ないで車乗れないね。あ、でも乗ってるんですよ。持ってる？乗ってるんです。乗ってるの？車好きで。すごい。東京怖い。すごいね。やり手だね。障害じゃなかったらいい子なのにね。かわいそうにね。私もかわいそうや思ってね、あの子に少しでも長く続いとってやらないと思って、親だね。まああとどんだけ生きれるわからないけど、そうも少しでもね。キャバクラか。お金たくさん貯まった。貯めてかなあかんよ。取られたかんよお金。悪いのおるから。お金わ、こういうやつがね、騙しに来るってかね、ねえ、心配だわ。あの給料はお金でくれるの？銀行入れてくれるの？お金でもらう。お金でもらうの？おい、危ないね。銀行振り込んでもらった方がね、いいのにな。お金でもらうの？ちょっとさ、月に100万ぐらいはなる。いっぱいなる。すごいね。それいくら一生懸命働いても100万ならないわ。すごいね。危なくない？弱くない？弱く。誘惑はないか。ホストはあまり。だってさ、こういうことだと騙されるかわからん。そうですよね。東京だとね。心配だね。お父さんお母さんいるの？いるの？焼肉屋さん。兄弟は3人。長女で弟と妹がいる。たまに会う？会う、うん、LINE とかメールでお話しする。メールでね、はい、うん、まあいいわね、メールがあるし、あの一緒にそばにおらんでもこうやって喋れるからね。 うちの子は友達しょっちゅう喋ってるから。お母さんが実家が焼肉屋さんで、はい、ホルモンやってんの。はい、ホルモンしんいいね、おいしいね、ホルモン。おいでってっていけない、ね、どこにいるの？埼玉の埼玉まで、いけないよ。これ、ホルモン、あの夫婦ホルモン嫌いなの。私と孫は好きだけど、この二人は嫌いなの。嫌いなの。お魚でも頭のついたお魚食べない。お刺身でもマグロだけ。
小さい時からね、すごい偏食だった。困った。まだ少しは治った分。サバでもね、塩のは食べるけどね。煮たら食べない。本当にね、わがままや。わがままだ。あとは、ラップだ。42位のさ、女の厄年だから気をつけないと。あの車事故ったらあかんに、スピード出してダメよ。出しかねえね、これ。これ今あれに裏に自動車乗ってたでしょ、あれ自分の車。すごいね。もっとありますね。すごいね、勇気あるね。でもさ、キャバクラで働こうと思って、すごい勇気あるね。そうですね、うん、でも言葉はわからんでも使ってくれるの？あの、ローワの人がやってる。あ、そうか、ほんなら楽だね、はい、ローワと難聴と健聴者もいますけど、全員手話が使える。あ、そう、ほんならいいわ、はい、なら大丈夫だわ。全く健聴者のとこやとね、何やられるか分からんから。大きく、ちっちゃかったけど大きした。すごいね。あ、柔らかい。こんなに大きなのね、え、ずっと伸びるんだね。これ男、これ触りに来ない？なんと、いくらしたの？100万ぐらいってかかるね。痛くない？どうもない、うん、重たい。でもさ、まあ40年やと子供もできんか、まあいいか。子供もできるとちょっとお乳がね、同時に出るか。まあ40年はまあ子供もできないでいいわね。彼氏いないの？彼氏やら、うん、います。いますか？耳聞こえんか？勉強者？普通の男の人。それと結婚する気はないのか？わかんない。遊びやろか。遊びかもしんない。そうやね。まあ遊びでいいわ。まあ子供もできんし、遊びでいいわ。楽しく暮らせば。ね。おお、これいい人？かっこいい？やば、やば。ああ、どう、お仕事してるの？会社員？会社員。マジシャン。マジシャン。はい。騙されるって感じ。騙される。これで食べてるの？有名な人。いや、東京では。な、通っとる。はい。だろうね、それ。もうほな人と恋愛しとるの。へー、その人はキャバクラへ遊びに来たの？お店には来たの。こうやって知り合ったの？お店で。いや、別で知り合った。だからどこで会ったの？どっかで会った。どっかで会ったの？友達の紹介。そう、友達紹介。へぇー、なるほど。まあいいわ、彼氏やら楽しいですね。あの、
彼氏のお金取られたらあかんよ。だってミュージシャンあれなんか入る時と入らん時とあるじゃん、お金は、ね、サラリーマンと違ってね。うわーって、守っているから、ね、ダメよ、もっとらない。さあ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 、パパパパ出していらんよ。あのおばあさんになったら働けないから、ね、今のうちだけだよね。うん、で母がね、心臓は弱くなってた、私の方買っちゃった、うん、そういうことあるね、不思議なこともある。そうですね、そっか、いい子だわこの子ね、耳に聞こえたら言うことないのね。ああ、うん、耳聞こえたらね、ルンルンだのにね、うちも息子はかわいそうでしゃあない、私。あのね、いとこじゃないでいいと思ったの。またいとこだね、いいと思ったの。そしたらあの子ができたから、私の責任でもあるのね。あの主人と結婚しなかったらさ、この子生まれなかったから。で、やっぱ、だから私は一生少しでもね、助けてやろう思って。母は強いしよ。じゃあ、あなたもお母さんは苦しんだと思うよ。ね。ね。ね、朗らかだでいいわ。うん、顔綺麗だでいいわ。ああ、うん、外人だと思った。ねえ、あ、うざく、うざく、フランス人っぽいってよく言われる。フランスと、外人、フランスか、フランス人、誰がってよく言われるって、うん、お母さん、お父さん、いや、あの日本人です、全員日本人やろ、日本人だけど外国人によく間違うな。いや、私も外人があったの、はい、お母さんもこういう顔、お母さんにとるお父さん、お母さんもお父さんも顔立ちがはっきりしてる、してるのかね、はあ、いやいや外人見えるよ、うん、整形した、顔はしてない、顔は整形してない、目もバッチリ で顔もちっちゃいね、外人かと思うね、してない、綺麗よ、綺麗だよね、もう化粧してないじゃん、今日そうマッサージするのに化粧しない方がいいって言って、インタビュー終わりです。あの